はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病になるとですね、初期症状の一つとして出血がね止まらなくなることがあります。それはどこから出血するのかちょっとわからないんです。僕は白血病と診断される2ヶ月ほど前やったかな、2018年の1月の末ぐらいやったんですけども、仕事中お客さんのカットをしている時にですね、突然鼻血がたらーっとこうたらーっとね流れ出てきました。2時間はね止まりませんでしたね。まあ、ある方は血尿だったりとか、ある方は吐血だったりとかねします。まあ、血液のね組織である血小板っていうのがね少なくなってしまって血が止まらなくなるんですよ。白血病と診断される前にね、そういったことが起こるので、まあ徐々に気持ちがね落ちてきていましたね。まあ、これは出血とは関係ありませんけども、病気をすると、まあ特になんでしょうかね、まあ、入院中ほどではないんですけども、今でもちょっとふとした時に落ち込んだりというか、まあ心の浮き沈みというのがね感じることがあります。まあね、病は気からという言葉もありますようにですね、まあ、平常心も、まあ、ちょっと向上心気味にね保てていけたらなと思いまして、まあ焦らんようにと言いますか、ちょっと落ち着いたらいいかなと思って、まあ、落ち着きの代名詞である緑色のものとしてね、この前ちょっとサボテンを買ったんです。まあ、あのダイソーの100均のちっちゃいやつですけどね、まあ、あれをね、まあ、店員さんがこうビニール袋に入れて、まあ、そのまま入れてくれたもんですから、まあ、車でこう帰って家に着いて駐車場に止めてですね、荷物、まあ、助手席に置いてたんですけども、まあ、その荷物と、まあ、他の荷物も入ってるんで、買ったものも入ってるんですよ、その袋にね。まあ、それがですよ、まあ、車から降りるときにですね、まあ、普段通りにその袋をこうガサッと取ったときにですね、で刺さりましたよね、サボテン。痛かった。まあまあ痛かったですよ、本当に。まあ僕はその、抗がん剤治療を経てですね、骨髄移植をした人間なので、まだ植木とか土いじりをしてはいけません。土や砂といったところにはですね、カビ菌が多いので非常に危険です。なので、その買ってきたサボテンをね、植え替えるという、この鉢にこう植え替えるという、そういう作業はね、大層なことはね、できません。病院の先生からもね、看護師さんからもね、まだあかんってこう言われてますし、まあ、移植した患者の、まあ、手引きというか、小冊子ね、があるんですけども、そこにも極力避けましょうと書いてあります。なので、まあ、玄関先にね、まあ、ちょこんとこう置くだけにしときました。玄関先が玄関の外ですけどね。そんな感じなので、実は我が家には、僕が病気になってからですね、植物がありません。お家の中にも観葉植物はありません。水のいらん、その多肉植物っていうんですかね、そういうのもね、ないです。でも、こう、柄にもなくですね、まあ、風水を気にしてしまうやつなので、何か緑色のものを干したわけでございますよ。まあ、そこで水のいらん、しかも外に置いてても構わへん、サボテンにたどり着いたんですけどね。まあ、アロエでもよかったんですけども、もうホームセンターに売ってるアロエってね、ちょっとでかいでしょ。だから、この100均の、ダイソーのね、100均のこの3センチ四方ぐらいのちっちゃい可愛いサボテンなんです。まあ、しかもそいつがね、僕の指を攻撃してきたので、ちょっとテンションがね、下がってしまいましたね。まあでもね、緑があるということでですね、どこか心にこうね、落ち着きが現れたなとね、思ってますんで、皆さんもその病気や怪我でね、まあ、少し落ち込んだ時とかにはですね、まあ、何かしらこの気晴らしになることをやるのをね、おすすめします。共にそうやって生きていきましょう。元気よくね、気持ちぐらいは元気出して生きていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。